はるりの To the Nature。 皆さんこんばんは。自然派ラジオパーソナリティの前はるりです。今夜も To the Nature 始まりました。今日は2月2日、明日は節分、そして立春に続きますよね。春の足音がだんだんね近づいてきました。今夜も楽しく放送してまいりましょう。今日はですね、先日私とある島に行ってきたんですね。その模様をお送りしたいと思うんですけれども、ミクロネシア連邦にあります中古諸島、無人島があるんですけれども、その模様をお伝えします。どうぞお聞きください。さて皆さん、私は今ミクロネシア中からボートで 3,40 分ぐらいのところにあります無人島にね上陸して、今無人島にいます。この島は直径が約34メートル、そして周囲が約110メートルといってね、まあ、小さな島なんですけれども、島の一周を歩いて、まあ、大体3分ぐらいでね回れるということなんですよね。一周3分ということなので一周してみましょうか。今ね、すごい波が、一周で3分ということなので一周してみましょうかね。ちょっと皆さんと朝のお散歩に行ってみましょうか。朝のお散歩番組今流行ってますよね。こうやって収録してるとお散歩番組もできそうな感じがします。膝ぐらいの丈のところでもう小さなねお魚さんがいっぱいいます。サメもね時々ね、サメもねいるんですよね。小さな島ですよね。波の音聞こえますでしょうか。すごい透明でね、綺麗な色、もうほんと透明な澄んだ水の色です。このカラカラカラっていう音聞こえてますでしょうか。聞こえるかな。サンゴが台風などによって欠けたり壊れたりしてね、波打ち際に打ち寄せられて打ち上げられたりしてますね。本当に山のようにねたくさんたくさんね積み重なっていますけれども、ここねガラ場っていうんですよね、こういうところね。でここを歩くには、まあ、裸足ではちょっと足の裏が痛くなっちゃうので、ダイビング用のブーツであるとか、底の厚いビーチサンダル、そして漁さんって言ってね、漁師さんが履くサンダルがあるんですけれども、それだと滑らないしね。漁さんはね海で活動している方にはとてもね、おなじみなんですけれども、漁師さんが履いているサンダルで、私たちは竹芝桟橋ですとかね、
島とか竹芝桟橋、そしてダイビングショップでお取り扱いがあるお店もあるそうです。最近はね、ピンクとか紫とかね、カラフルな色の魚さんもね、売っているそうなんですけれども、足が痛くならないようにね、ちょっと底のあるもので、私もダイビング用のブーツを履いて歩いています。だんだん東側に来ると、今度ね、カニゾーンがあります。カニは歩くときは横に歩いていきますよね。でもこう泳ぐときに、泳ぐときは前に泳いでいくんですよね。こう両足を かき分け前の方に泳ぐ姿がすごく可愛くて、それを撮影したかったんですけれども、ちょっと難しいですね。なかなかこうそのタイミングに合わせることができません。このカニゾーンを越すと、今度はヤドカリゾーンになってきますね。ヤドカリはこの島全体、島のあちこちで見ることができるんですけれども、ここが割とね、大きなヤドカリさんに会う確率が多いかな。小さい貝殻、大きな貝殻、いろんな貝を背負ったね、ヤドカリさんを見ることができますね。で、東側を過ぎると、今度はもう本当にね、もうすぐ一周しちゃうんですよね。こちらが東側ですね。太陽が上がってくるところです。朝日を浴びて今日も始まるというところですね。よいしょ。これがね、ご神木だそうです。この最初3本しかなかったヤシの木がだんだん増えて、今何本ぐらいあるんでしょうか。たくさん生えていますけれども、こちらのヤシの木がご神木だそうです。本当にね、ひときわまっすぐに立っていて、ひときわこう凛々しい感じがしますよね。遠くに島も見えますね。ああいうふうなポコッとした島がね、割とね、点在してるんですよね。はい、そして一周してきました。本当にね、あっという間です。あっという間にね、一周できましたね。このサンゴ、こちらの島ではね、このサンゴだけ、波打ち際に打ち上がったサンゴだけを持って帰ることができます。白くて綺麗なね、サンゴをこう選ぶのも楽しいですよね。拾って白くて綺麗なサンゴをこう探してね、探すのも楽しいですよね。探して拾って、そして昨日はキャンドルホルダーをね、作っている方もいらっしゃいました。私もね、ちょっと拾ったので持って帰りたいと思います。無人島からのレポートいかがでしたでしょうか。なんか思いのほか風の音が強く入っててね、ちょっとショックなんですけれども、録音方法ね、もうちょっと、改革していかなきゃいけないんですね。最後はサンゴの上をね、歩いていました。サンゴの音ね、聞こえましたでしょうか。またね、 YouTube 放送の方では映像もね、加えてお楽しみいただきたいと思います。そしてですね、夜星が見えたんですね。ちょっと星の模様も録音してきたので、どうぞお聞きください。はい、皆さん、今ですね、夜の10時17分ですね。無人島の夜10時17分で海岸に
360度こう海に囲まれた無人島の夜空をね、皆さんでこう見ているような状況ですよね。もう今日ちょっとね、雲があって満天の星空っていう感じではないんですけれども、たくさんの星が見えています。もうちょっと広角だとたくさん見れるんですけれど、カメラでちょっとできる限り撮っていきたいなぁと思います。綺麗な夜空をね、見上げています。ああ、すごいたくさん星が見えますね。たくさん星が見えます。まだね、星座は冬の星座なので、オリオン座がね、一番頭の上にね、今ありますね。たまにね、犬が近くに、見守りの犬がね、見守りワンちゃんがたまに近くに来る時があるんですけれども、オリオン座が見えています。なかなかね、映せない。波の音聞こえますでしょうか。このオリオン座の隣ぐらいから天の川がね、流れているんですけれども、なんとなくぼんやり雲みたいなのが見える。これがね、映るかなどうかなっていうところなんですけれども、映るかな、どうかな。もうちょっと感度上げてみましょうか。なんか本当に今日ちょっと雲があって、満天の星空ではないんですけれども、はっきりっていうかね、本当にね、ライトみたいに星が明るいですよね。すごい明るいです。すごいですね。星が近く見えますね。星のね、もう本当に綺麗な中にいました。冬でもね、天の川ってあるんですね。なんか天の川って夏のイメージが多かったんですけれども、オリオン座のね、左側にスーッとね、白いもやっとした線がね、見えたんですよね。こちらもね、 YouTube 放送でアップしていきたいと思います。直径34メートルのね、小さな無人島で360度からもう波の音が、波のこう打ち寄せる音がね、聞こえるんですよね。ボートに乗ってても、まあ360度海なんだけれども、こうちょっと違うんですよね、船に乗ってるのとはね。波打ち際に寄せては返す、その波の音が360度から聞こえるっていうのはね、本当にね、なんていうか、心が癒されてね、ゆっくりできるような島でしたよ。はい、リフレッシュして帰ってきました。さて、星つながりで月のお話をしてみましょうか。前ね、放送しましたけれども、1月31日に皆既月食が見ることができますよっていうふうに放送しましたよね。皆さんの地域では皆既月食見ることができましたでしょうか。ほんのりね、ピンク色、赤い色をしてるんですよね。皆既月食というのは、太陽、地球、月、この順番に一直線になることによって、月が地球の影になってしまう、それで皆既月食が起こるというお話をしましたよね。ではなぜ赤いんでしょうか。これですね、地球の大気をこう通過した赤い光っていうのが、地球をこう回り込んで月を照らしているんですよね。で、赤い月に見えるんですけれども、赤い光が月を照らすので、皆既月食っていうのは赤く見えるそうなんです。太陽の光の中でも、波長の短い青い光というのは、地球の大気によってこう散乱されてしまうんですよね。でも波長の長い赤い光は影響を受けにくいので、大気をこう通過していくことができる、そういうわけなんですね。で、大気によって屈折した赤い光が月面を照らすので、赤く見えるそうなんです。またね、YouTube の方でもちょっとね、ピンク色になったお月様ね、アップしていきたいと思います。
自然の中に身を置いたとき、心がスーッと癒されていくのがわかります。かけがえのない自然。自然は普段私たちが忘れかけている大切なものを教えてくれます。心のゆとり、感謝する気持ち、命の大切さ。自然を愛するすべての皆さんへ、言葉のプレゼント、トゥーダネイチャー。先日ナタネ油のオイルをプレゼント企画しましたよね。それでね、お便りが届いていますので、ちょっと紹介していきましょう。ですね、東京都の M さんから、女性の方ですね、お便りいただきました。岡田氏の説明はとても分かりやすく聞き取りやすかったです。今日病院での血液検査の結果、悪玉コレステロール値が高かったので、菜種油を試してみたいと思います。オリーブオイルよりビタミン E が多いというので、期待しています。不飽和脂肪酸も多いので体にいいと思いますということです。ありがとうございます。でまた男性の方からも来ています。 S さんですね。行政、立法、司法のバランスで民主主義が成り立っています。黙々とコツコツとやる行為は大変ですけれども、でも黙々とコツコツと行っていって初めて自然がなると思います。菜の花からクリーンな油を取り出すことには大変な苦労があったと思います。しかも生活ができ、クリーンなエネルギー素敵ですね。今後も頑張ってくださいということです。これはなんか菜の花プロジェクトに対するね、応援のメッセージでもありますよね。それからですね、マイハルリさんへ、いつも楽しみにトゥーザネイチャーを聞いています。通勤時間に YouTube でも聞いています。淡路島素敵なところですね。私はまだ行ったことがないですが、聞いていたら行きたくなりました。菜の花の写真もとても素敵ですね。そしてついに歌までできたんですね。すごいです。お体に気をつけて頑張ってください。こやちゃんさんよりおはがきいただきました。ありがとうございます。それからもう一つ、菜の花オイル使いましたという女性の方からね、来ています。はるりさん、こんばんは。毎回いろんな話題が出てくるので楽しみにして聞いています。先月の菜の花オイルのプレゼント当たりました。ありがとうございます。今日届きました。だって見るからに健康に良さそうなオイルですね。キラキラ金色です。使うのがもったいないです。とりあえず飾ってます。これからも放送頑張ってください。応援していますということです。飾っておくのもいいんですけれどもね、またオイルが新鮮なうちにぜひね、使ってみてくださいね。皆様、たくさんのお便りどうもありがとうございました。それではここで今月のおすすめ曲いってみましょうか。ムロックオクロックでキャパオーバーです。どうぞお聴きください。もうね、だんだん春が近づいてきて、梅の花がこう咲いてくる頃になりましたよね。皆さん、梅の花好きですか？なんとなくこう日本だとね、桜が人気で、まあ桜前線とかね、桜の開花日和とか、桜の花が咲く頃になると日本全体が華やいできますけれども、でもね、梅もね、またね、これがまた桜と違う良さがあって、梅はですね、香りがいいんですよね。昔外の道路でね、測量をする仕事をしていまして、近くにね、紅白の梅の木が咲いていて、仕事をしながらね、あ、なんていい香りなんだろうっていうふうに思ってた頃がありました。東京ですとね、吉野梅郷というところがとてもまあ有名なんですけれども、残念ながらね、2014年に梅の木がね、ちょっと弱ってしまってね、病気で弱ってしまって伐採されてしまったんですよね。その後昨年また再び梅の木の再植樹が始まってね、昨年は3年ぶりに吉野梅郷の梅祭りがね、開催されたそうですよね。今年はどうでしょうね。
私もね昔吉野梅郷に行ってですね、本当にねもう何千本でしょうね、いろんな種類の梅の木があって、ピンクとかね白とか赤とかね、もう本当に満開に咲いてて、その中をこう歩くのがねとてもねすごくね良かったですよ。少しずつね梅の木が戻ってくれることをね祈っています。そしてですね、この頃私和歌山に行ってるので、ひょっとしたらね今年の梅の木の花ね、梅の花撮れてるかもしれないので、そしたらね YouTube の方に写真アップしましょうね。さて先ほどね歌が、番組の歌ができたんですねっていうお便りありましたけれども、この中歌がですねとても好評でですね、ありがとうございます。で歌ってる方がチャコさんなんですけれども、なんか私と声が似てるっていう方もいらっしゃって、ちょっとですねかけてみましょうか。こうエンディングの途中なんですけれども、突然番組の曲をかけてみることにします。はい、トゥーザネイチャー、あなたへ、どうぞお聞きください。皆さんもう覚えたかな。島に行ったり星を見たりいろいろでしたね。来週も楽しみにしててくださいね。ではご唱和行ってみましょうか。来週も To the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。